確実にこれ一人分の量じゃないよねって感じで、なんかこんな感じで盛り付けてくるんだね。自家製ドレッシングが美味しいって書いてありました。いただきます。お値段的には安いんだけど、重ねてるのどうなのって感じ。斬新じゃない。今日のウーバーイーツはこちらです。ありがとうございます。2枚入っていますということなんですけど、今日はピザを頼みました。2枚入っていてどういうことなんだ。はい、オープン。あ、なるほど、こういうことね。この下にもあるし、重なってる。新しいシステム、なんか面白いね。はい、というわけで今日はピザをオーダーしました。チーズと蜂蜜忘れちゃった。甘じょっぱいやつです。はい、大好きなの私。はい、下のやつは定番のマルゲリータです。切らなきゃいけないかなと思ったら、やっぱちゃんと切ってありますね。ちょっとこの重ね入れどうなの？重ねるの斬新じゃない？ちょっと笑っちゃうわ。これさ、1枚1000円ぐらいで安かったんだよね。普通のピザ屋さんと比べると。いただきます。やばいやばい。めくれた。こちらがマルゲリータ。私が好きな感じのピザの生地の厚さかもしれない。薄すぎず厚すぎずみたいな感じ。なんかね、他の店に比べると安かったから、すごい小さいピザをちょっと想像してたんですよ。この2枚が結構なボリュームがあるので、これ3食に分けて食べるレベルの量かもしれない。今日はピザを食べながら映画を見たいと思います。最近ね、毎日映画2本見てる。海外ドラマも見てるけど。はい、ということでウーバーランチを楽しみたいと思います。あの、今気づきました。あの蓋をね、パカッとしてね、1枚ずつこうやってね、こうやってね、最初から置けばよかったね。確実に潰れてるよね。チーズ押し付けられてる感半端ないよね。お気に入りのレストランのウーバーイーツです。今回はこちらのリブロースステーキを注文してみました。すごい美味しそう。ポテト何種類か選べるんだけど、今回はね、マッシュポテトにしてみました。そしてお決まりのパンに、パン、このチーズパンも美味しいしさ、この丸っこいパンも美味しくて、ご飯好きの私なんですけど、ここのレストランではね、すごい珍しく毎回パンを選んでるんだよね。そうそう。というわけで今日もウーバーランチをいただきたいと思います。柔らかそう。美味しい。マッシュポテト美味しい。今日のウーバーはこちらです。ご飯の上に目玉焼きという、何なんでしょうって思う方もいるかもしれません。今回はですね、タイ料理を頼みました。こちらはガパオライスのそのひき肉の炒め物ですね。ご飯の上にどっさりとかけて食べたいと思います。ナスとピーマンのピリ辛炒めみたいな、バジルが効いててすごい美味しいやつ。ここのお店もね、何度か頼んでてすごい美味しい。大好きなタイ料理屋さんです。ね、なんかこんな感じで盛り付けてくるんだね。面白い。ガパオライスのひき肉をかけちゃいましょう。もりもりっと盛り付けてしまいました。美しさのセンスもない盛り方をしてしまいました。すごいいい香り。どちらも美味しそうです。これあれだね、お米がさ、やっぱ細長いからタイ米っていうのかな。日本のお米じゃなくてタイ米っぽい。美味しい。このお茄子の炒め物がすごい美味しいんですよ。そして熱々がね、最高。これはご飯が欲しくなるお味です。ウーバーってメニュー限られてるからさ、頼めないのもあるからさ、やっぱお店で食べたいよね。結構今日ね、朝早いんだけど、何が入ってるかというと、わーかわいい。こちらグルテンフリーのフルーツサンドです。あの、最近さ、フルーツのサンドイッチすごいツイッターとかでさ、よく見かけるんだけど、そんな最近流行りのフルーツサンド見つけたので今日は頼んでみました。断面に可愛くフルーツがチラ見えしている感じ。なんか私これ2つ来るのかなと思ってたんだけど、まあこれ半分に切ったものなんですけど、かなりずっしり、めちゃくちゃ重いです。これさ、結構断面切るの大変そうだよね。ね、なんかさくらんぼは押し込んだ感あるけど。それではいただきます。サンドイッチだね。ちゃんとサンドされてました。美味しい。
これなんだろう、チーズクリームって感じかな。でこのクリームは甘いんだけど、その周りの生地がね、その塩気があるからすごい甘すぎない。パンのところ、これパンなのかな、なんかクレープっぽい感じ。美味しい。なんかこうやっぱ可愛いと幸せ感じるね。うん、いいね。残念ながらそこにはフルーツがいません。フルーツは表面にいますって感じだね。今日の夜ご飯ウーバーは天丼です。天丼のタレがこんな感じでついてきました。タレがねいいよね。どれぐらいかけよう。天丼いただきます。野菜たっぷりなのがいいね。エビ、シシトウ、ナス、舞茸で、下にね海苔、この端っこにかき揚げがあります。はい、ということでいただきます。ナスから食べちゃおうかな。じゃあ、おいしゅうございます。かき揚げは海鮮だね。ホタテとか、あとアスパラかな。アスパラすごいおいしいわ。海鮮はイカとかも入ってるね。今日も海外ドラマを見ながらウーバーご飯を楽しみたいと思います。今日のウーバーイーツは串カツです。なんかお家で居酒屋って感じ。串カツたまに食べたくなんだよね。トマト、チーズ、エビでしょ。これあれだ、私が気になってたやつ、トウモロコシ。私ね、トウモロコシ揚げたやつ好きなの。ただいつも食べるの天ぷらだからさ、ちょっとこの衣感のトウモロコシはわかんない。ホタテでしょ。この下のがアスパラと山芋、ハムカツですね。串カツのソースと、マヨネーズとタルタルソースもついてきました。串カツ屋行くとさ、二度漬け禁止じゃないですか。ガブって食べてからもう一回タレにつけるとダメだよって書かれてるけどさ、お家で串カツだったらさ、二度漬けしてもさ誰にも何も言われないからいいですね。トマトさ食べるときいつも熱くて恐怖なんだよね。ホタテを食べよう。ホタテおいしい。で、一番楽しみにしてるのがこちらのチーズです。伸びなかったけどおいしい。今日は初の串カツをウーバーで頼んでみました。今日はね、コメディ映画を見るんだ。イエーイ。今日のウーバーイーツはこの彩り鮮やかなサラダ、メインはこちらの餃子です。エビのプリプリ水餃子とネギとニンニクの餃子が2つずつ入ってるはずなんだけど、どっちがどっちかわからない。なんかこの自家製ドレッシングが美味しいって書いてありました。あれだね、ゴリゴリ野菜って感じですごい美味しそう。いただきます。野菜がすごい美味しい。和風ごまドレッシングって感じかな。私食べれないかも、辛そう。あ、美味しい。これ何だれって言うんだろう、うまみだれって感じ。これは美味しいね。餃子自体なんか味がついてそうだね。だからこれをつけてもつけなくてもいいよみたいな。なんか餃子にタレついてますね。いただきます。プリプリエビ入ってる、美味しい。ネギかニンニクかわからない餃子を食べます。ネギかな。タレがなくてもめちゃくちゃうまみが詰まってる、美味しいな。はい、今日のメインは餃子でした。今日のウーバーイーツはタイ料理です。真っ赤なものと普通のもの大好きなタイ料理屋さんです。こちらがナスとパプリカとバジルの炒め物です。こちらすごい美味しくて前回も頼んでますね。最近1回頼んで美味しすぎてハマった。こちらのスープだけでね2000円ぐらいするんですよ。ウーバー価格にしても結構高めのスープですよね。2000円以上の旨味があります。どちらもピリ辛なんですけど、辛いものが苦手な私でもリピートして頼んじゃうぐらい大好き。はい、こちらナスですね。はい、ゴージャスにエビさんが入ってます。そりゃ2000円するわ。ものすごく美味しいです。いつもなんかもう辛いものってもう辛い味しかしなくて味がわからないんですよ。口の中が麻痺しちゃって。そうだけどこれはね、旨味がわかるという。今日のウーバーイーツはクリスピークリームドーナツです。見てください、結構ガッツリ来ちゃいました。ドーナツをウーバーするのは初めてです。中はこんな感じです。は
はい、かわいい。というわけでお気づきでしょうか、こちらを一人で食べようとしています。今このオリジナルのこの3つのパックのやつを1つ頼むともう1つついてくるっていう、そんなキャンペーンだったんですよ。本当は1つでよかったんだけど、最低3つからのパックしかなくて、そう、それで結果オリジナルが6個届くという。食べれない分は冷凍したいと思います。こちらのミニサイズのドーナツは何が入ってくるか分からなかったのと、バラエティパックみたいな感じで楽しそうだったので頼みました。本当はこの3つのだけでもよかったんだけどね、どうしてもこのオリジナルが食べたかった。確実にこれ1人分の量じゃないよねって感じなんですが、はい、こちらをいただきたいと思います。こんな感じのね、ちょっと食生活を送っていました。ね、ウーバーイーツすごい便利ですね。玄関先まで届けてくれるから配達員さんと対面することなくみたいな感じで、まあウーバーイーツをね受け取ってるんですけども、まあ SNS とかで、まあ今日のウーバーみたいな感じで載せてたら、すごいお金かかるよねみたいな、ウーバーイーツすごいお金かかるよねって言われたんですけど、普通のレストランのメニュー価格よりも一つ一つの料理が少し高いんですね。多分数百円ぐらい高くて、でさらにウーバーイーツの手数料と、あと配達員さんの、まあ、配達料、あのお店とその届け先までの距離によってとかで、あとは多分ね、配達員が足りなかったりすると高くなるのかな。なんかたまにね、混雑してますみたいな感じで表示されるとね、なんか高い金額のだけ出てくることがあるんですけど、普通にレストラン行ったりとか、まあどっかで買うっていうのよりは、まあ少しやっぱり気持ち高くはなるんですけど、それでもね、手数料は 10% で、配達料っていうのは50円からあって、で、まあ50円、100円、150円、200円、250円みたいな感じで、多分距離が遠くなると、まあ高くはなるんですけど、距離遠すぎちゃうとやっぱ届ける時までに冷めちゃうと思うので、あんまり遠くから届ける人っていないと思うんだよね。やっぱり近く150円、200円、250円、遠くても300円ぐらいなのかなと思うんですけど、私が Uber Eats を頼んでいた時に PayPay のキャンペーンをやっていて、 PayPay を利用してお支払いをすると 10% 戻ってくるっていう、まあ、キャンペーンがあったんですよ。なのでおそらく手数料分かな、例えば1000円のお食事を頼んだりとかしたら 10% だから100円ぐらいの手数料がかかるんですけど、それがまあ PayPay 支払いだとその100円戻ってくるみたいな感じで、だから手数料分がかからないみたいな、まあ、そんなキャンペーン中だったので、だからまあ PayPay 支払いにすればまあそこまでお金かかんないかなと思いながら利用していました。ちょっとね、あの PayPay 支払いでね、あーってなったのが、配達員さんとかお店の人になんかこう、まあお店だったら支援できたりとか、あと配達員さんにチップを渡せるんですよ。あの私は Uber Eats をまあ利用し始めた時とか、配達員さんにこうチップをね自分で選べるんですけど、まあお渡ししたんですよ。私の場合だとね、そのアプリによって違うのかわかんないんですけど、全体のトータルに対して 5% とか 10% とか 15%、20% みたいな選べるんですよ。だからこの配達員さんに、まあ、200円あのチップ渡すとか、そういうのができるんですね。なんですけど、 PayPay 支払いにするとそのチップを渡すみたいなところがないんですよ。だからそう、途中からねチップを渡せなかったんですよね。そう、私は結構チップ文化っていいなと思ってて、スムーズな丁寧なね配達してくださった方にはね、可能な限りこうチップをねお渡ししたいなと思ってたんですけど、そう、PayPay のねそのアプリと連携した瞬間、それがねできなくなっちゃったんですよね。なんかその辺ちょっとモヤモヤってしちゃったんですけど、でもね本当最近ちょっと腰痛でね、ちょっといろいろ大変だったので、まあ、そんな中こうやっぱ Uber Eats の便利さにねすごい助けられました。うん、本当玄関先まで温かい料理を運んでくださって、そう、でもたまにちょっと困ったのが、配達員さんに2パターンいてね、玄関の下にそのままポンって置く派と、ドアの扉に引っ掛ける派と、2パターンいるんですよ。で、うちの玄関ってこうガチャンっていうドアなんですね。なのでたまにその玄関のその扉のここの取っ手のところにかかってると、こう内側からこう開けた瞬間にその外にかかってる
お料理がもう落ちるんじゃないかっていう、ちょっとそこら辺はちょっとなんかドキドキしながら玄関を受けてたんですけど、まあ基本は床に置くっていう人が多かったですね。そんな感じでね、どんな感じで置かれてるのかなっていうのをちょっと楽しみながらね、ちょっとウーバーを利用してみました。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。